お手数かけてすみません。気管支鏡で覗いたんですが、気管支に異常が見つかったので先生にも見ていただきたいと思いまして。サルジオ、こちらはマッキー先生で、心臓と肺がご担当です。診察をお願いしました。何も心配いりません。お聞きしました。検査の結果は出たんですか？玄関まで送ります。いや、いいんですよ。それはずっとあなたの喉を切ってやりたいと思ってました。これで念願が叶います。では明日。てくれジャック、まさか彼女が関わってるとは思いもしなかった。君たちから聞くまで私は知らなかった。私はジェイコブズの弁護人なんだぞ。それに女の子はもう死んでるだろうと思ってた。君もそう言ってたじゃないか。依頼人の罪状認否手続きの後、昨日の正午頃ほんのちょっとだけ。答えるつもりはない。私には依頼人に対する義務がある。それを無視しろというのか。君が倫理に背くことを言うとは。私だって少女の無事を願ってる。だが彼の弁護が私の仕事だ。これだけは誓って言うが、私はシャーリン・ダウドとジェニー・クラークの居場所に関する情報を一切持っていない。なぜ寄せ見ていかないんです、テイト先生。生徒指導担当は自然の中じゃモテません。それに残って参加しない生徒を見張る者も必要ですから。僕はカウンセラー、悩みは専門だ。その必要ない。ありのままの君が好きだ。どんなことでも必ず立ち直れると信じたい。見回りだよ。残ってる生徒がいるからね。でもよければ今夜は君と一緒に過ごしたいんだけど、20分待って。仕事の話だ。メイン州で事故があった。湖で人が熊のような獣に食い殺されたという話だ。遺体には歯が残されてた。歯のかけらだよ。ただし熊のものではないそうだ。どうやらその主は有史以前の恐竜という可能性もある。ケリー、調べに行ってくれ。新種の未確認生物かもしれん。君は古代生物学者だ。君に歯を調べてほしいから。で、怪我はないんだな。むち打ちはどうだ。歯とか腰もなんともないのか。これで3回電話してたのか。してたんだな。ほう、じゃあ死んでないな。理由は分かってるだろう。忘れたってのか。ここで起きたんじゃないか。僕は覚えてる、はっきりとな。さて誰からかな。それでラジエーターは一体いくらぐらいすると言ってきたんだ。父さんの要件は彼とは話さないことだ。後期事故なんか合わないよ。いや、やり直そう。いや、君こそどうなんだ。本当に。じゃあその手はどうした。私を下っ端だと思ってたのかな。正直に答えろ。自分にも自殺願望があることに気づいたんだろう。隠さず。たちには共通点がある。彼にも一度撃たれた経験がある。戦闘機が火に包まれて緊急脱出し、その際に耐えてくれ。本当はどうして手を切ったんだ。君の名前はダニーか、ダニエルか。ダニー、私に嘘をついてみろ。心臓をえぐり出して食ってやる。議員を出せ。議員が忙しいのは分かってる。モニターで見てるんだ。デール・バイダーベックが答えを求めてると言え。すぐに、今すぐだ。いいか、議員に言え。イエスなら眼鏡を拭いて合図しろ。議員によろしく。今度の選挙の結果が決まったな。ああ、これはこれは、ああ思い出しました。私ももろ手あげて賛成というわけじゃなかった。案の定ポスターを取り合う者が出てきましたしね。生徒ではなく二人の教師ですよ。名前は言えませんが、とにかくポスターは撤去することにしました。君たち、ああもう早く行かないと遅刻するよ。だから事実をねじ曲げるんでしょうね。あ、また。私を思い出したんだったら真実は何か分かってるでしょう。相当よう拗ねてる発言だな。君は拗ねてるように見せかけた現実主義者で、実際には楽天家なんだ。なぜここにいる。この人一体誰。違うね。あと4日は休暇のはずだ。いや、またありだ。今すぐビーチに戻れ。オフィスにいるんじゃない。君は完璧にワーカホリックになってる。病気だよ。明らかに変だ。元にのめり込みすぎておかしくなってる。このままじゃ間違いなく大幅な昇給が待ってる。まったく、スキャンダルを嗅ぎつける嗅覚はピカイチだ。彼の賠償金を管理してる。言えない、裁判所命令でね。そりゃまあな、してみたいやん。ああ、カリフォルニアのこの辺りはまだ半年ぐらいシーズンオフだ。急ぐのか。おい、なんだ。おい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 、なんでだよ。前だ、前に行け。おい、ダメだ、前に行けってば。おい、やっちまったな。ごめん、悪かったよ、ジャリー。本当にすまない。
何を考えてる？そうは思えない。それも違うだろう。どうしてクライアントと個人的に会わないっていつも言ってたじゃないか。香水がついてたから変な手紙かと。渡す気はない。それでも渡さない。もう捨てたよ。ママに塩を取ってと頼んでくれないか。さっきは僕が悪かったよ。君を本気で怒らせてしまった。本当に？手紙とても素晴らしい詩だったよ。ありふれた言葉だったけど心がこもっていて。気ぐらいが高く捨て身の作戦には出ないと言ったな。だがこの本部を攻撃してきたぞ。信じられんな。お前をかばう奴はいる。他のアフリカ系とは違う切れ者です。使えます。だがとてもそうは思えん。だがキングは死んだ。別の奴を引用するんだな。いや二日でやれ。ダメなら葬儀人を送る。心象が悪いし完全に不利になった。顧問弁護士には君を雇うなと言われた。しかし知り合いの法律家にはこの裁判に勝つために女性弁護士が必要だと言われた。しかも陪審の層を考えると黒人女性ならより望ましいだろうとね。で君を見つけた。君のような女性は決して多くはなかった。だから私は直感に逆らい受け入れることにした。これを陪審の共感を誘うかもしれないと思ったからだ。